コンビアかり出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーではシングルスダブルスとも優勝はない。自己最高ランキングはシングルス48位、ダブルス130位。左利きの選手。身長 185cm、体重 77kg。ファジャはテニスコーチである父親の手ほどきで6歳からテニスを始め2000年にプロ入りした。 2001年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップのコロンビア代表選手になる。2004年全仏オープンで4大大会初出場を果たし、ダビドナルバンディアンとの2回戦に進出した。続くウィンブルドンでは、ロジャー・フェデラーとの2回戦でセンターコートに立った。ファジャーはフェデラーから3ゲームしか奪えずに1から6、2から6、0から6で完敗した。 この後しばらく世界ランキングを落としたが、2006年から再び4大大,大会に戻ってくる。2年ぶりに出場した全仏オープンでも、初戦を突破した後、2回戦でまたもや、フェデラーと顔を合わせた。同じく2年ぶりのウィンブルドンでも2回戦に進み、全米オープンにも初出場を果たす。全米オープンの2回戦では、ドミトリー・トゥルスノフに3から6、6から7、 5から7で敗れた。全豪オープンには予選で敗退したが、3月前半のインディアンウェルズマスターズでは1回戦でベンヤミンベッカーを破り、イワン・リュビチッチとの2回戦に勝ち上がるなど、徐々に実力を上げてきた。2010年全豪オープンで、ファジャは初めての4大,大大会3回戦進出を決めた。この全豪3回戦では、 第26シードのニコラス・アルマグロに4から6、3から6、4から6のストレートで敗退した。ウィンブルドンでは1回戦で、ロジャー・フェデラーと4大大会で4度目の対戦をした。フェデラーから初めてセットを奪ったが、7から5、6から4、4から6、6から7、0から6で敗れた。2011年2月の SAP オープンのダブルスで、 クザビエ・マリスと組んでファジャは初のツアー決勝に進出した。決勝ではスコット・リプスキー、ラジーブ・ラム組に46、64、80で敗れ準優勝となった。2011年全仏オープンでファジャは予選から勝ち上がり、初めて4大,大大会の4回戦に進出した。4回戦ではファン・イグナシオ・チェラに6から4、2から6、6から1、6から7、 二から六で破れた。2012年前後オープンでは二回戦で、第八シードのマーディフィッシュを七から六、六から三、七から六で破り、三回戦に進出した。三回戦では、フィリップ・コール・シュライバーに三から六、二から六、六から七で破れた。ロンドン五輪にも出場し一回戦で、第一シードのロジャー・フェデラーに三から六、七から五、六から三で破れた。 2013年7月の地元のコロンビアオープンで初めてシングルスの決勝に進出したがイボカロビッチに36、67で敗れツアー初優勝を逃した。ファジャは2017年10月のフェアフィールドでのチャレンジャー大会に出場したのが最後になり2018年1月34歳で現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます